ウキンは中国語漢末期から三国時代の武将。字は文のり。演州大山軍、大家平県の人。子は、呂啓。三国式士、長学ばり、女伝いに、捨てがある。黄巾の乱に際して、同郷の方針が義兵を募った時に、それに参加した。初平成三年、方針が戦死すると、馴染みであった、曹操の下に長三、長せ三次。 将軍の王明の配下に加えられ、土白となった。王明はキューバに優れた、ウッキンの才能を高く評価し、優に、大将軍とするに足るとして推挙した。曹操との面談により、軍馬に任命されたウッキンは、刀剣が治める女衆の行為を攻撃して、これを陥落させ、おちい一人といに昇進した。公平元年からの旅夫との戦いでも、別蔵大を指揮して、 牧曜の南にある両府の別人二つを破り、さらに別動隊を指揮して、首相で甲賀を破った。ことぶきばり、帝刀、利子の攻略や、蝶々が立てこもる要求の攻略に従い、すべてを陥落させた。県安元年二月、予習黄金残党の木、将、竜壁らを制伐した時は、板張において、曹操の陣に野衆をかけてきた気象らを直属の、 兵士を指揮して撃退し、希少らを切り算刀をすべて捕虜とした。平取子行為に昇進した。懸案2年、区における、演術軍の橋方囲に従軍し、柱4人の章を切った。11月、曹操に従いあてまで行き張りぬいを降伏させた。その後、蝶縫いが反乱を起こしたため、曹操軍は大混乱に陥り舞影に撤退することになった。この時、浮金だけが、 手勢数百を率い、戦いながら退却したため、死傷者は出たものの離散者は出さなかった。長年の追撃が緩むと、ウ金は隊列を整えて帰還したが、その途中で日頃から曹操に考えに扱われている、青州兵が味方に略奪を働いたことを知り、立腹して、青州兵を討伐し罪を責めた。青州兵は逃走し、曹操に、ウ金のことを残言した。 周囲の者がウキンに曹操へ早く弁明するよう言ったが、ウキンは敵がすぐ近くまで来ており、備えなければ迎撃できない。曹操は聡明であり、残言は意味をなさないとし、残号を掘り陣営を設け終わった後に曹操の下に出向いて事情を詳しく説明した。曹操は喜び、わしは気球であったが、そなたは乱戦でも軍を見事に制御し、 何事にも同時ない説義があり、古にの名称に勝るとうを称賛し、前後にわたる功績を評価してますますことぶき抵抗に、封じた。検案三年、曹操に従軍して、城で長類を攻め、下避で、旅婦を生け取りにした。検案四年四月、別動隊として、主官、宋人らと共に犬で肩を攻めて打ち破り、これを切った。八月、曹操が、 炎章討伐のため艦渡しに向かうと、宇巾は先陣を務めることを自ら望んだ。そこで、宇巾に、のべつを守備させて、曹操は軍勢をまとめて、艦渡しに引き上げた。劉備が助手で反逆したので、曹操は劉備を正当した。炎章が宇巾を攻撃したが、宇巾の守りは固く、炎章は陥落させることができなかった。検安五年、宇巾は、 学神と共に不評と騎兵合わせて五千人を指揮して、遠章の別栄を攻撃し、野別から、西南の、旧、え、吉見の二県にあった、遠章の別人十四箇所を焼き払い、数千の兵を討ち取り、数千の兵を捕虜とし、将軍の名に茂る、大さすら二十四人を降伏させた。さらに曹操は、宇巾を別軍として、原武に駐屯させ、宇巾は、 当日の炎章の陣を攻撃して打ち破り、飛将軍に昇進した。曹操に従って、勘渡しに帰還した。曹操は土山を築いて炎章と対峙していたが、炎章に矢を追い込まれ多数の死傷者が出て、将兵の士気が下がっていた。ところが、宇巾が土山の守備を指揮して奮戦したので、士気を盛り返した。炎章を破った後、宇巾は偏将軍に昇進した。 慶州の流氷に身を寄せた劉備が進行すると、過去圧死の指揮下で撃退に赴いたが、白某派で劉備の計略にかかり苦戦し、利点に救われている。検案11年、東海の正規が再び反乱を起こしたため、その鎮圧に、雨巾が当たった。増援の過去縁の働きもあって、正さきは雨巾が旧友であることを頼りに降伏したが、雨巾は、 包囲された後に降伏した者は許さないという法に、従って、従軍に駐屯する曹操の指示を仰ぐべきだとする、諸将の反対を押し切り、涙を流しながら、自らの手で、正木を処刑した。曹操は、その判断を褒めながらも、うき以外の将に降伏すればよかったものを、と、正木を憐れんだという。東海が平定されると、曹操は朝廷に、学神、うき 長亮の栄誉を称えて、これを上奏し、乳筋は小井将軍に任命された。慶州の流氷からの攻撃に備え、乳筋は栄影に派遣された。学信が非的に、長亮が長者に派遣されており、三人はいがみ合うことがあったが、三軍の長言のおかげで統制された。検安十三年、曹操が慶州を征伐する際、乳筋、蝶亮、蝶、主霊、李天、 呂、招き、教会の七将軍は、少量大衆、都督森軍となった長元に統括された。建案十四年、長領、長、増派らと共に、陳乱、梅政を討伐した。最初、宇巾と増派が、梅政を攻撃して三千余の軍勢を降参させたが、後に、梅政は再び祖武器長領、長が攻撃する陳乱と合流したため、長領らの軍勢は、 兵糧が不足した。しかし、ウキンが兵糧輸送の任務に当たったため、攻撃が途絶えることはなく、長領らは陳乱を切ることができた。職有を200個加増し、以前と合わせて1200個とした。当時、ウキンは長領、学神、長、女皇と共に名称と歌われており、曹操が征伐に出るたびに5人が交代で、進行の時は先鋒となり、撤退の時は、 全軍となっていた。右近の人柄は豪気で威厳があった。賊の財物を手に入れても懐に収めず、彰子を与えるなど精錬でもあったが、法律を重視して部下を統率するなど法律を絶対視することがあり、あまり兵士、民衆の人望を得ることができなかった。戦術の長領、学神、長、徐皇の四人が、いずれも兵士をよく可愛がり、 命令とあらば喜んで服従したと評されているのとは正反対である。曹操は主霊の軍勢を取り上げるときに異名がとどろいていたウキンに数十機を引きさせて指令書を届けさせた。主霊やその武将たちは動くことができず、主霊らはウキンの部下という立場に降格されることになったが皆震えて服従した。このようにウキンは人々から一目置かれていた。 左将軍に昇進し、仮節越を与えられた。領有を五百個分割し、一氏も甲に取り立てられた。この時点で、加古を厚氏は、曹操の不審の例により、前将軍となっておらず、左将軍の右近は、右将軍の革新と並び、義の将軍としては、筆頭の地位にあった。また、諸将の中で仮節を与えられた者は何名かいたが、仮節越を与えられたのは、 曹操時代ではウキンだけである。建安24年、曹操が長安にいる時に、劉備軍の関羽が北上し、僧人の守備する繁盛を、包囲した。ウキンは、援軍の将として七軍の指揮を取り出陣した。この時、関水を遡るつもりで船を用意していた関羽に、対し陸路を伝ってきた。ウキンらは船を持っていなかった。そこに、関水の反乱が発生したため、 ウキンらナ軍が水没し、ウキンは指揮していた三万の兵と共に、カウに降伏して、捕虜となった。同じ頃、繁盛の北に駐屯していた宝徳も水没して、カウに捕らえられたが、降伏せずに曹操への忠義を貫いて、打ち首となった。両者の法を受けた曹操は、悲しみと探索を込めて、わしがウキンを知ってから三十年になる。危機を前にし困難にあって、 宝徳に及ばなかったとは、思いもよらなかったと言ったという。章を渡ると、芝居は、ウキン殿らは、洪水のせいで降ったのであり、戦いに失敗したわけではありませんと早々に、説いている。関羽は、ウキンの大軍を捕虜にしたことで兵糧が欠乏し、クレトの国境である、小税期の米を強奪した。孫権はこれを聞くとついに慶州へ進攻し、旅網を先方として派遣した。 孫権が京州を奪うと、高料で捕虜となっていた宇巾は、今度は孫権によって捕らえられ、品格としてもてなされたが、愚本にはその態度を罵倒された。さらに愚本は、忠義を貫けなかった者への見せしめに、宇巾を殺すよう主張したが、孫権は取り合わなかった。しかし宇巾は帰国した後、愚本を大いに称賛したという。曹操が亡くなり、曹飛が禅城を受けいすると、 孫権は義に、反国としての礼を取った。二百二十一年、宇巾は、他の捕虜と共に、義に送還されることとなった。孫妃が宇巾を隠見した時、宇巾は、ひげも髪も真っ白で、顔上げすそりとやつれていた。孫妃は宇巾を、表向きなめ安縁将軍に任命し、クレイの使者に任命するとして、公領を参拝させた。しかし孫妃はあらかじめ、寛が戦いに勝ち。 宝徳が憤怒して、幸福を拒み、ウキンが幸福したありを絵に描かせておいた。ウキンはこれを見ると、面目無さと腹立ちのため病に倒れ、死去した。このうけが後を継いだ。送り名は、励むこう。励むは、助くじゃ異性などの意味がある。ウキンは死後までもあざけられたのだった。ウキンと、同じくお名を残したまま死去した、トウモグサやクレシツが、 あとにお名を返上する機会があったのに対し、ウキンは最後まで機会が与えられなかった。ウキンと同格の長領、学神、長、助皇ら、格下の利天、宝徳、天衣らが建国の行進として曹操の病庭に祀られたが、ウキンは祀られていない。陳児は曹操在世時に最も功績があった将軍として、長領、学神、ウキン、長、 呪行を一つの巻に収録しており、ウキンはその三番目に位置づけられている。ウキンは五人の中で最も豪気で威厳があったが、その終わりを全うしなかったと評されている。義書は、ウキンが皇軍の中から抜擢され、スケイの地立公して名称となったことを曹操の人物眼が優れていたことの例えとして挙げている。北曹の芝光は史実眼の中で、ウキンは 数万の将兵を率いていた。破れても死ぬことができずに生きて降伏し、また帰ってきた。文帝はこれを罷免することも、殺すこともできた。それなのに、三笹屋に描かせて、これを恥かしめた。君主のやることではないと、早期の仕打ちを批判している。小説、三国支援儀では、青州兵を処断し、曹操軍をまとめた逸話が紹介されている一方、 曹操に降伏した竜荘を曹操の命で暗殺したり、宝徳の忠義を疑い手柄の妨害をする場面があり、関心、曹操の忠実な手先として貫徹している。哀れな最期を促すためか降伏の場面では、惨めな命乞いをしている。この描写は処刑された宝徳の忠義心をより引き立てることになっている。キューバの術に優れた将軍として登場するが、一気打ちを する機会は少なく、馬長と打ち合って逃げ去る場面がある程度である。また、石壁の戦いでは、家と共に水軍と得となっている。海計大衆の王明とは別人。この人物の出身国や他の自責は不明。この反乱は二度目であり、一度目は長領によって説得され、罪を許されていた。増派でによると、増派も従軍。一州所、送りな崩壊。 ありがとうございます。